黒い食べ物が、ゴンドウクジラの干し肉。真ん中には、クジラの脂肪。クジラのジャーキーとは、芸肉をジャーキーにした食品である。ペットフードにも用いられる。芸類の干し肉の歴史は古く、縄文時代のマワキ遺跡から、イルカの骨が大量に出土していることにより、その頃から保存のために、干し肉が行われ、交易にも用いられていたと推測する研究者もいる。石焼きクジラ。 熱した石の上で、クジラの切り身を炙り、油を取った後のクジラ肉を干したものとされる。とても硬い干し肉で、熱い灰で温めたり、水で戻して食すると伝わる。北海道、利尻島のアイヌの伝統食でもあり、内地との交易品であった。1696年に大山に漂着した朝鮮人が残した漂収録には、 クジラの星肉が大量に積まれていたことが記されており、当時のマサキ名産の石焼きクジラだったと考えられている。この時、朝鮮人を世話したアイヌは、飯ではなく、魚知る人腕とクジラの貫肉何切れかを朝鮮人へ食事として与えたと伝わる。お酒のおつまみ、子供のおやつなどに用いられ、地域によってはオードブルになる。グリーンランドのイヌイットには、 一角の星肉が伝わる。クジラの燻製も作られる。フェロー諸島では、クジラの星肉がオードブルに用いられる。クジラの脂肪も用いられる。ノルウェーでは、芸肉の燻製は生産され消費される。アイスランドでは、ミンククジラを用いて燻製させ、星肉が作られている。フィリピンでも、乾燥、塩蔵の芸肉が存在する。宮城県石巻市には、 土クジラの干し肉があり、醤油だレで味付けしている。2011年の東日本大震災の大津波で、捕鯨船諸友捕鯨基地は壊滅したが、現在では船を復活させ再び捕鯨に出るようになった。千葉県南房総には、クジラのタレという干し肉がある。また、静岡県の伊豆地方には、イルカのタレがある。和歌山県大寺町では、ゴンドウクジラの缶肉が販売される。 大事町では人気が高くよく消費されるという報告がある。高知県室戸市や長崎県においてもクジラの干し肉が伝わっており、クジラのジャーキーとして販売もされている。千葉県南房総市では土クジラを用いてペットフードが生産される。また、クジラのアバの乾物は家畜のアキレス犬並みに噛み応えがあり、犬のおやつに最適とされ販売された。 埼玉県半応市のペットフード加工会社が2012年頃にアイスランド沖で捕獲されたガスクジラの肉を犬用のクジラジャーキーに加工して販売したところ2013年に動物愛護団体のイルカクジラアクションネットワークが成金趣味だと抗議をし会社側は誰かの心をかき乱す恐れがあるのなら当該商品を販売する価値はないとして 販売を中止したことがある。日本では、イノシシは、山クジラと呼ばれていたため、福岡県糸島市では、シシ肉を、フガッククジラというブランド名で呼び、干し肉も製造している。ありがとうございます。